ごめんなさい、なかなか個別の話で田中学習会の件でいきますと、ちょっと2つ聞きたいんですが、まずですね、その公的なもの、教育っていうのは結構公がやってる分野でもあるんで、そこに、対してこうかなり領域として重なってくるようなところに対して投資するということを、かなりのしかも額ですよね。これがまず一つどうなのかっていうのをちょっと伺いたいのと、もう一つ業界の中でもかなり強いところなので、田中に投資して、田中が強くなるということはですね、そんなに業たくさんのこう製造業みたいにたくさんの企業がいらっしゃるところでもないんで、他のところがこうどっちかというと、それによってこう衰退していくということも考えられるんですけども、行政というのはもちろんその強いところを伸ばしていくことも必要だと思うんですけど、やっぱりその、今知事がやってらっしゃる子供の貧困の話とかってこうボトムアップの部分ももちろん大事だと思うんですが、その2点についてどういうふうにお考えを持っているか。そもそもこれは、なんて言いますか、イノベーション推進機構、これはグロースキャッタリーと言われる、この機能をで、その経済 に貢献していくっていうですね、そういうことを目的にしてますので、その県の個別の施策というかですね、政策とか、そういうものとの整合性というのは、そもそも何かこう問われるものでもないし、例えばその反社会的なところとか、そういうところに投資するっていうことは、ナンセンスな話ですけれども、そこは投資の原則ってことを示して、そこにガスについて投資をしていくっていうことですから、個別に、産業政策にしても、教育にしても、あるいは福祉にしてもですね、その何か県の施策と、合致するとか合致しないとかっていうことを問われるものではない、というのがまず基本認識としてあります。で、学習塾っていうのもその、一定の機能を果たしているという、事実があってですね、で、この民間のサービス事業として、展開をされているものでありまして、で、その一定の機能を果たしているということは、そこに、一定のニーズがある中で、活動されているとこういうことでありますから、そこはそれで、いいのではないかなというふうに、認識をしています。保育所とか放課後児童クラブっていうのは、これはかなり政策と密接に絡むんですけども、これはまさに受け皿として、展開するというところでありますから、計画というかですね、としては市や町の、計画として展開されていくということなので、それに、の受け皿としての機能を果たしていくということだというふうにも、認識をしています。で、他者の影響ということですけども、これはここはですね、これもその大きな原則を言えば、すべてあらゆる施策についてですね、こういうことがあるわけなんですよね。それは補助金をしてもそうですし、他の方法で、してもそうですし、すべての企業に対してすべて等しく対応するっていうことはありえないと、こういうことだとするとですね、それは例えばその県内の企業すべての事業所に一律で100万円配りますとか、そういうことはありえないですよね。税制はね、あるんですけど、税制でも一定要件を設ける以上ですね、かなり特定のところに、そのメリットが生じるということはあるわけで、で、これもそういうものである、その時に要件がね、これは投資の要件に合致したものということになるので、どうしても少数になってしまうということがあるわけですけれども、それをもって、そのいいとこ悪いとかいうことではないというふうに思います。ちなみにその学習塾の事業について言えば、
その大手とそれから小規模ではやっぱり機能とかですね、あるいはその、顧客層っていうのも違うというところで、まあ、一定の住み分けが、まあ、行われているとこういうところがあり、またあの、県内には県外の大手事業者もいっぱい進出しているわけですよね。まあ、そういったあの中で広島県の企業が、まあ、県外転移化をしていくといったことは、まあ、あのそれはそれで、意義があるというところなのかなというふうに思います。これに関連した質問はやめて違う質問にしますけども、あの、軍縮会議 の、 あの、まあ、成果というかそれについての記事の感想と、はい、あともうすぐノーベル平和賞の授賞式がある、あるんですが、はい、あの愛知県への期待と、あと、まあ、出席される広島市長に対して、まあ、広島としてどういうことを期待されますか。はいはい、まずあの軍縮会議ですけれども、まあ、今あの、この核兵器禁止条約の採択であるとか、あるいはノーベル平和賞の件だとかというところで、この核軍縮に対する、まあ、一つの注目というか動きが高まっている中で、まあ、一方でこのいわゆる未曾有とか言われることが あるという中で、開かれたということで、大変意義深いものであったのかなというふうに思っています。で、あの核兵器禁止条約、あるいはその非核兵器地帯だとか、あの NPT の運用検討会議についてのあのいろんな議論がされたわけですけれども、その中で、まあ、最後あの中満さんが少しまとめてましたけども、まあ、私もそう思いましたけども、やはりあのその安全保障だと核兵器が必要で、あのその人道の観点から言うと核兵器がないとかない方がいいとか、軍縮の観点から言うと減らす、いやもうそういうことではないということだと思うんですよね。双方の視点を統合しながらあの進めなければいけないということもありましたけども、それが一つの鍵になるんじゃないかっていうのはまとめもありましたけども、そういうことも含めてあの非常に有意だったのかなというふうに思ってます。でこの中であの広島ラウンドテーブルの議長声明もあの県人会議の方でも配布もしていただいたりもしていて、まあ、それとあの接着する形で軍縮会議も行われましたけども、まあ、今後あのこういった動きの中で、あのもう実効性のあるこの核兵器の削減と、それから廃絶に向けた、ね、具体的な動きになっていくということを期待をしているところであります。で平和賞についてはですね、これはあの本当にあの素晴らしいことだなというふうに思っております。で、この背景には、アイケアの皆さんもずっとおっしゃってますし、私もそう思いますけれども、被爆者の皆さん の、 この非人道性に関する、この証言とこういうことが、やはりあの非常に大きな基盤になって、いますので、で被爆者の皆さんもあの出席をするというところでですね、ようやくこのその努力が認められたということで良かったというふうに思っています。であのこの授賞式の日に、被爆資料の展示がですね行われるということがありますので、そういう意味ではこの核兵器廃絶に向けたメッセージ発信のいい機会になるんだと思うんですよね。ですからその市長は、まあ、この機をあの通じてですね、まあ、ぜひ、この皆さんにこの平和メッセージというのを伝えていただければなというふうに思っています。
と一応時間が5分過ぎてるんで、これで終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。では次回定例会見は12月19日火曜日の13時30分からです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。